では行きましょう、はい、まずねそうですねあのー、今年はねまず京都で行われているのがまずポイントですけどそ,す、ね、そろそろ梅雨入りですからねそうですねうーんジメとしてまも、ね、そろそろ梅雨入りで雨も増えてきましたからね週ねはい。えっとね、はいうん、そうですね日曜日の,のね、にまたね土曜までは全部晴れやのに日曜が夕方から雨なんですよね、うん、で、うん この前の日曜日も同じような天気をやったけど、蓋開けたら結構降ったじゃないですか。そ,うですね、その可能性はあります。な、道悪になる可能性もあります。今の天気予報のままやったらなんとか量やけど、まだ天気のの、雨の降る時間が早まったら、道悪の可能性ありますね。まずそういう意味で、はい、えー、うん、まあコスタボニータ、そうね、その2層前の阪神牝馬ステークスあれと思ったけど、前層の福島牝馬で、ああ、まあやっぱり。 強かったなっていうのは示しました。ただこのまあ重い芝の108がベストだと思うんですよね。なので今回まず雨が降らなかった時の軽い芝2000というのは全然ちゃうし、まああでもねごめんなさい軽い芝2000はあの2層前の愛知杯でこなしてるわ。うん。<laughs> これ1分58秒1で走ってから。うで、ねうん、だから軽い芝の2000大丈夫ですね。うん、うん。このまただ道割るダメなんちゃうか。その2走前の半中山ヒ馬バややおもで負けてるでしょ。うん。 ちょっとまあアメは、うん、あでもねジ,ジョッキーはババは渋っても<ー>、えー、渋ってもいいと言ってるって言ってるへ<ー>お<ー>、なるほど。これはいいコメントですね。うんうん、で3層前の愛知杯の話をしたらその愛知杯で買ったミッキーゴージャツですわ。その話をしなあかんすけどまずミッキーゴージャツはアメ鬼馬ですね。 雨は全然 OK、うん、で,、ね、で時計が早くなっても大丈夫と、うん、その2層前の愛知杯で1分57秒9で勝ってるように時計目も大丈夫ただこれも半で大棒もなるでしょう一気に今回、うん、ミッキーゴージャスが56.5<ー>うんえっとね2層前の愛知杯は54なんですよでこの時、うん、そのコスターボニーターよりも1キロ軽かったんですけどそれがどうなります今回コスターボニーターは56ちょうどですだから、えー、1キロ軽かったのが 今回0.5キロ重くなるから1.5キロあの対コスターボニータを考えたら損になるわけですよね。前走の大阪兵はちょっと通用しませんでしたけど G3 やったらっていうのはありますよね。あとは50その6.5という重い判定がどうかですよね。エーデル・ブルーメね、あとこれね、これ前走、まあ、阪神でしたけどもこの3勝クラス、えー、買った。 勝ち方が非常に強かったし、うん、これ、あの福永調教師が、あのまあ、重賞に行くべき馬やみたいなコメントを言ってたんですよね。<ー>なので、あのーまあ、前走、これ、外から豪快に差し切った内容、ちょっと三勝クラスでは力違うよっていう勝ち方でしたし、京都もね負けてますけど、3走前、これ、買った馬、デビット・バローズ。デビット・バローズも今重症、重賞で、この前、新潟で4着とかしてる馬やから、あのこれからに、た、あのー、多分デビット・バローズ、 サマー2000シリーズ活躍しそうな馬の一頭なんですけどもね。まあそれに0.1秒差2着やから悪くないし、うん、京都も悪くない。これ、これ、雨も一応量跡はありますね。うんうん、これなんこれ軽イんちゃんメエデルメが54あ。まあ軽いね、これね。うん、54やったら初重症でもって思うな、うんうん。まあこれも人気しますわな。うんうん、まあ川田さんです。おーホールネスがいるじゃないですか。うん、西塚浩二騎手の初重症勝利がかかってる。 これね、あのー、これ、まず前走雨が強かったっていうのは、今回のちょっと雨にはね、あの聞いてきますよね。で、まあ2,000、2200の距離。うん。問題はね、軽い芝居になった時がどうかが分からんんですね。うん。まあ、2走前の中距離の時計が2分ちょうどですから、やっぱ、京都の寮になったら、この推定イを見てもらって分かるように、雨降らんかったら、57秒とかになった時に、このホールデス対応できるかどうかってのはやっぱポイントにはなってきますよね。うん これこれ何キロですかこれ2れ出れへんのちゃうこれいや出られるんですこれ実は出られます見てます出られますこれ52はい軽いなまあそれは格上調整やからねそうそうですね52は軽いなでもコンビうと軽いなと思いますねいやだいぶ軽いなぁうんいやこれちょっと面白いですね西塚康二騎士と藤原長教師ねちょっとこのコンビもだいぶ長くなってきましたけどねちょっとこのコンビは住所買ってほしいなと私も思いますわはい 西塚康二騎手もね、もともと、なんやろうあの、藤原厩舎の馬でもう、ま、あのもう失敗してしまったとかばっかりのコメント言ってたけど、うん、今も藤原厩舎以外の馬でも平気で勝たすようになって成長してますからね。ううんうん、なんか最近あの 僕の技術が足りないばっかりにみたいなコメント減りましたよね。確かにそうですよね。まあでも <laughs> <ー>実際結構数字やっぱ9パーやっぱ22勝してますから今年はっぱ結構勝ってますよね。ねあの藤原球社乗せてもらった当初は自分の技術が足りなくてばっかりってましたからね。<笑><笑><ー>それを考えたら <laughs>、うん、最近そのコメント減ったと思いますよ。そうですね。<ー>まあ騎乗数も増えてますもんね。やっぱっ、うん、いやめっちゃ増えてる。まあだからやっぱり成績上がってきてから他の球社からも乗り値が増えてるっていうのはやっぱでかいですよ。はい、そういうね。うん。うん でピンハイですね、うん、ピンハイは3走前ね、中,中日新武ハイな2000メートルでもこうやってこなしてるけど、ただやっぱベストは私1008だと思うんですよね。うん、1008がベストなんですけど、ま、あのやっぱ阪神、中京という重い芝の方がいいと思うから、うんうん、そのやっぱ京都かどうか、まあでも京都でもね、 前走はちょっと、うん、あの不甲斐ないけど、4走前のカシオペアでアルナシーム0.1秒差にしくやったら、これ相手ボーやから、そう考えたら悪くはないんですけども、はい、っていうところですね。まあ、直線長いコースの方がいいと思うから、やっぱりその京都やったら内回りコースっていうのがどうかっていうのはありますね。あと、雨はダメそうやね。ああ、うんね、確かにそうです。エリザベス女王はやる、これめっちゃ負けてんのね。うん、ああ、そっかそっかそっか。うん ハンデ戦とは言えば高野のパッションですよね。うん、先ほど、えっ、ーえー、と、愛知杯の話をして、えー、勝ち馬がミッキー・ゴージャス、そして三着がコスタ・ボニーカでで、その間に入り込んでるのが高野のパッションなんですよね。うん、で、タカのパッションは今回何キロですか ?54 で、ね、53ですよ。ああ、三だ数置きじゃないですか。はあ、こ,れこれもう断然有利やね。はあ、だって、うん、愛知杯から考えて、コスタ・ボニーカは1キロ増やった。56やろッキロャはい。 56.5で2.5キロゾーンのところを、うんえー、この馬だけ金量ない、うん、まあ言ったら6歳やからっていうのもあるんですけど、はいはい、まあ金量だけ考えたら悪くないですよね、雨もまあ実績はありますけど、でも量の方が良かったと思います。これね、覚えて,覚えてるわあの、道歩で買ったんでて、阪神の未勝利戦なんですけど、未勝であの買ったけども量の方がいいって言ってコメントあったんですよね、うん、なので、まあ、道歩こなしてるけど、量の方がいいと思いまうんです。なるほど やっぱ実際こっ愛知愛でこういう速い時計で走ってるみはやっぱりみんな量の方がいいと思いますけどねうん、うん。セントカメリアいいじゃないですか。はい、これ前走上がり33秒1ってこんな足よう使ったなって私思いますね。まあもともとこの2 0 0 0ルがいい前やし、ミチるアゼ200ですよ、うん。これも軽いですよ、53ですよ、これ。ああ、これでもジョッキ決まってないけど出るのかな。ああ、一応出られますけどね。うん,うん。なんとか言ってるかな。うん おじおさん軽いね、出てほしいですけど、ね、うん、これかなり。確かでは。うん、あ,あ、でも、でも、なんとか重傷のタイトルを出るんじゃないですか。ああ、まあ、ジョッキーね、おらんのいやけど。はい、え、これ、誰が点、点ん、天に、えっと、せっ、結どうですか。アリスベリティがいるんで、これ出られるんですよね。 ああ、アイスベリっていうでも今回ね、まなみちゃんなんで、ちょっと。なるほどな。これが柴田祐一郎記者やったらもうバンカンで。間違いなく言ってるですけど、また。いや、でもそれ、いや、これね、柴田祐一郎の、のし立ったら面白かったしな。そだってね、みんなね、巻き込まれの家がいかへんのよ、そんな。そしたら、意外にワンチャンあるんすよね。はい。と、ベリーこれね、これ柴田祐一郎のせな。まあね、ちょっと、ちょっと思いますよ。私も見た瞬間、まなみちゃんの。いやいや、のしたらな。はい。うん。 ままあ、まあ長嶋愛美しか悪いわけじゃなくて柴田雄一郎っていう名がおあの脅かすあの <laughs> ハイペースっていうのはね確かに今年デビューのジョッキーと思えんようなコメントを私言ってますけど <laughs> いや,いやでももうそのイメージわれわれにはあるからね、うんそうまあ、ペースの問題もありますからねそうなんですよ、うん、そ,うそういうのがなったらうわ巻き込まれたくないわって思うのが普通じゃないですか。うん そ,のそれをね相手に思わせるって結構大事なんですよ。で今回そベリー・ビーナスも藤掛さんだからなんかどっちがいいか私はちょっと分かんないなと思ってます結構藤掛さんは、まあ、<ー>結構いくじゃないですか,い<や>かこの人いや藤掛騎手は結構あの積極的な人ですよだからちょっとねジョッキーと兼ね合いで分かんないなと思いながら見るんすああなるほどベリー・ビーナスもでも穴やねあの前走ねそう、うん、あのお2戦目そうね藤掛騎手も前走2分を切る時計で走れたって言って褒めてましたから。うんうん まあただただ言っても今回量やったらもっと短縮せなあかんからねこれでも軽い54えっとね3ああ3やねはいそうですあそっかそっか柴田ジョッキー怪我したかも確かにそれコメントで見て確かにああそうかそうやった気がする確かにか見た気がする残念やな残念やなそれはそうか残念やなうん 中そうすよね確かかなんあ残念、そりゃ残念、そうか。そりゃそれはそやな。そうじゃなかったら買えへんと思うもんな。確かに買ってますもんね、だって。残念やな。それでベリー・ヴィーナスと確かにこのアイス・ベリテの買えない合いはちょっとポイントにはなってきますね。私はそんなとこラベルいますけど。ああ、ラベルね。2層前の京都記念考えたら。 全然、2層前の京都記念考えたら全然 OK なんですけど、前層何なんて話なんですよね、これ。うおようやく復調かと思わせたら前層、ね、バン逆戻、思いっきり逆戻で、うわ雨が残るババ状態と、あ悪いババに、あもうこれ道は,は全然あかんすね。なるほどね。だからまず雨があったらあかんっていうのが一つ。<laughs> あとね、2層前の京都記念こ、今回と同じ京都やけど、2層前はババレベル低かったんですよね。で、軽石場、 あ、でもあれやな、東京でリバリティアイ,アイランド倒してるから軽石は問題ない、ねうん。軽石はの方がいいのでは、うん、ぐらいの感じですね。うん、まあ雨降らんかったらというのはありますよね。これ 55? ラベルは。おお、54。うん、これもあんま軽いと思いますわ。はい、まあ大敗が多いからやけど、はい、まあでも力を発揮した時のね、まあベストはやっぱり左回りなんですけどもね。うん、あとはあの雨乞い,いじゃないわ。雨, <laughs> 雨が降らんかったらですよね。確かに。うん、はい。 ああでも、そう、あの、西郷さんおっしゃるとおりですよね。ジュニア・バローズは、まあ、出られない,い。そう、道ある、道ある校舎ですからね。うん、そうそうそう。雨降ったとき、やっぱり、うんえー、怖いなと思いますね。うん。21。ちょっと、だいぶ出られなそうです。あ,あ、出られないか、うんうん。あとは、出れるまでは出うですか、ね。あとは、出れるま、ゴールドエクリプス、これはもう、雨だめっぽいですけど、去年、小倉記念3着とかあー。ああ、なるほどね。これ何キロ ?53 なんですよね。ああ、ちょっと重なったね。はいはいはい。 うんなるほど、だって51のあと、そうやね、51のあと3色クラス買ってるからな、うんうん、それ53になりますわ。うん、確かにね、こ,こ,ねこのままベスト108なんですよ。2000ではないんですけど、でもハンデ戦やったら2000が持ってもっていうのはこの小倉記念で見せてて、しかも小倉記念51やったけど、あえてボバですからね、うん、今回、牝馬でやったら考えたら、ちょっと印なさすぎると思うな、これな、確かに。えらい印しないですね、これね。はい、出られるとこで言ったらそんなもんすかね。 エカビータもなぁ。全層 <laughs>、ね、も悪くないんですけどね。なんか今になって2000と1008だったら1008の方が良さそうな。まあも,もともとも,あのもちろんですけどフローラステークス勝ちがあるから2000の軽い芝ってめっちゃいいんですけど、でも金層内容だけ見たら1008の方がいいんですよ。で、これもハンで軽いやろうからちょっと怖さはあるんですけど、うん、あんまりなんか強いアピール材料にはちょっと乏しいかなっていうのはあります。うんうん アレ,レアレグローモデラートも一応言っとくか、これ、その先ほど言った IH 杯で言った、うん、これも4着なんですよね。ああただ、これはいいんですけど、でもその後はひどすぎるんですよね。<laughs> <laughs> まあまあ、今回も51とか出るんでしょ 50, ?50 です。50、それは軽いですね。うん。まあ、ちょっと怖さはあるけどっていうのはありますね。ね<ー>のこの時のように積極的に前々でっていうのはあります。 まあ大穴やったらっていう感じですね。すねこの愛知杯の、うん、知杯の,時の内容が叶えばっていうのはちょっとあります。うん、まあこれもでも一応抽選ではありますね。抽選ですね。5分の 1,、うん、1抽選。そうですねあのポイン。今の段階での月曜日段階でのポイントとしては2つですね。まず、雨が加わるんか加わらないか、しっかりとした軽い芝なんかどうなのかっていうのがまず1つと、うん、あともう1個はあの、アリス・ベリテとやっぱりそのベリー・ビーナスの兼ね合いで展開面どうなるのかっていうのがやっぱりポイントになってくれます。うん、あとまあプラも、問題は、 もう1個は、えー、とその16頭、16、17、18番目の3頭が抽選誰なんのか、これも大きいですよね。うん、16頭あ16等、16頭でだからこれは5分の1です。<ー>5分の1です。1> あ、5分の1しか出れへんのや。はい、あしんどいな、はいうん。なるほど。まあ、まあ、でも毎年このレースは、やっぱハンデ戦で面白いですから、ね。そうですね、馬券的にやっぱね、<ー>なんか荒れるイメージあるから、ちょっと参加したい感じはありますよね。うん うん、君の名はマリアはあの雨が加わったらいいと思います。アミチュアル講師やからね。うん、前奏何でしたっけこれ、辛抱サイドかなんかかな。うんと。ん。なんか、そうですよね。アクシデントありそうですよね。うん。うん、そんなと<な>こですか、ね、オレンジ長いですかね、距離。なんか、ちょっとずつ伸ばしてるんですって書いてるんですけど。おーいや、ね、2000。いや、前奏の1008の内容も、やっぱちょっと、も私は物足りんですからね。 2000はちょっとな。うーん、もうちょっと16、1あたりをもうちょっと使ってもいいんちゃうかなと思うんですけどね。うん。そっか、そっか、そっか。前奏あれですわ。福島、確か、ごちゃごちゃになったやつですね。そっか、そっか。どれですああ、はい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 。ああ、そっか、そっか。だからこれ、どかいしですね。OK、OK、OK。うん、わかりました、わかりました。うん。はいはい。まあ、あとは雨降ってほしいなってところでしょうね。うん。以上ですね。 はい、というわけでたくさんお話しいただきました。直前の見解は概要欄にあります。胸広ネットノートでお買い求めください。以上月曜日段階でのマーメイドステークスの重賞展望でした。